ご無沙汰しております。芝です。2023年になっております。人と竜大差ないよね。かなり長いこと限定チャレンジ来てませんでしたが、まあ丸々2ヶ月ぐらいですか。来てない期間を経て、今年初めての限定チャレンジはエロイーズと、去年も3月にエロイーズ来てますから、3月の気分ですね。なんだかよくわかりませんが。はい、ですね、今回のボスはまあブラックウィングですか。なかなか強そうですね。そして、自分のところは、エロイーズとこれ強制出陣となってるんですけど、まあインフェルノですかね。まあインフェルノって書いちゃいますけど、インフェルノが、味方と、で結構楽なのは一人死んでもいいぞということで、今回はサクサクっと勝てていきそうな感じですね。まあステージ1ですからね、そんなに難しくはないとは思います。ということで、今回も安定のジョアンとフェリシア、そしてまあ一応魔法系が2人ということなので、前衛系を1人入れようということでスパーキー、これは去年の編成と全く同じ感じになりますが、これなかなか強いです。では始めましょう。ウェーブ1は結構敵多いんですけれども、なかなかまあ、ヘリーはそんなにひどくなさそうですね。スパーキーが集中してボコボコやられてますけど、それとまあ回復系がとりあえずフェリシア以外にもエロイーズが、ちょこちょこと、範囲回復をかけてくれるみたいな感じになるので、回復が 1.5 っていうところかなと、そんな感じです。はい、結構安定して勝ててますね。ダメージはスパーキーにちょっと集中してる感じはありますけど、まあいい感じなところですか。あ、ここも数、手数が多いですね敵はね。まあスパーキーが、一発ボコボコとやられるんですが、頭数さえ減ってしまえばそんなにひどくはないのかな、なかなか、自己回復、範囲回復いろいろとうまいことを引っかかってる感じで、ヒットポイントは安定して高めな感じで推移してますね。なかなか私このエロイーズのこの永久に眠れって言って使ってるスキルが、ぐるぐるが出てるやつ、あれ何がかかってるのかちょっといまいち分かってないんですけど、あ、ブラックウィング3体でしたね。でかいのとちっちゃいの、まあ、これ結構痛そうだな。スパーキーちょっとピンチでしたね。なかなかまあ回復がしっかりとかかってくれるので、そんなに難しくはないのかな。結構高水位で来てますね。これもうブラックウィングだけになっちゃうのかな。そうするとあとは、まあ、怖いのはブラックウィングの攻撃力ですけど、これはもう完全に全員生き残って勝てる感じですかね。実はこれ2回目のチャレンジになってますけど、まあウェーブ3の途中で一回ちょっとスパーキーが、不良の事故のようにやられてしまったんですが、今回はそれもなく安定した勝ちになってます。はい、勝てました、ありがとうございます。はい、2023年は一発目、この限定チャレンジエロイーズサクサクと勝つことができました、ありがとうございます。まあ今現在、朝、6時になろうとしているところなんですけれども、仕事を終えて1時頃帰宅して、そのまま収録だと思っていたんですが、なんかまあ PC がうまく動かないと、まあちょっと起動しないなどのトラブルがありまして、一度パソコンごそごそ開けて、ああでもないと、いろいろとこう差し替えしたりとかですね、やってみたんですが、まあちょっと温まったらうまく動いたんで、寒かったからだと、そんな感じなんでしょうかね。ちょっといろいろありまして、年末年始結構何にも PC に触れてなかったのも原因で、まあ仕事は何してるんだというと、仕事は
ちょっとフィジカルの方ばっかりでロジカルな仕事はあんまりしなかったのがちょっと原因だったのもあるんですが、まあ言い訳はいいと、とりあえず、勝てましたので、今回公開をさせていただいて、2日目というか、今日の14時からのはなんとか頑張って早めにできるようにしたいと思います。まあ気になる方は去年の、攻略をちょっと見ていただければ、同じような形で参考になると思います。ありがとうございます。では次回お願いいたします。ではでは、柴でした。